皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。令和6年11月6日に収録を行っています。今回のテーマは日米英独の経済が中国にやられるということで、このテーマお願いします。はい。まあこのテーマとも直接絡むんですが、今どうなってるんですか、大統領選挙は。今ですね、ペンシルバニア、先ほど80% 開票、81% 開票で、トランプさんが 51.4、カマラ・ハリスさんが 47.6、 変わってないね。はい、変わってないですね。そのままいくと、まあ今までの例に従えばトランプ大統領、元大統領の帰り咲きですね。ノースカロライナはトランプさんに決まりましたね。全体の選挙人の数が現時点で全体ですと230、ハリスさんは206、あ、205ですね。はい。270なので関数が、はい、で2人しか出てないから関数取った方が絶対勝ちじゃないですか。はい。だからトランプさんはあと40で、カマラさんは65でしょ。はい、65。これまだ分からんな。うん、はい。でもまあかなりトランプさん優勢、いや開票の状況としては優勢は優勢ですね。はい、ただもうこれが放送する頃には、いやもちろんその皆さん見てる時にこの2人は一体何言ってんだっていうことになるんですが、その上でまあいずれにしてもこのサムネイルで出した通り、日米英独、みんなもう特に独裁中国にやられてるんですよね。それでこの普段話してないその英独の状況を中心に話しておきたいんですが、まあその前に日本は総選挙で辞めた総理は辞めないっていう未曾有の事態になっている。石破さん一人のために。でもそれを覆せないでいる、私も含めてその状況。それからアメリカの大統領選挙はどちらが勝つにしても国防総省が内戦に備えるような、まあ、分断って言葉では済まない、新しい南北戦争につながるような危機。それでイギリスはですね、皆さんご記憶だと思うんですけど、スナク首相が、まあ、経済がさっぱりダメだということで、まあ、惨敗して、初めてのインド系アジア系の首相だったんですけど惨敗して、その満を持していた労働党に変わったんですけど、はい、この労働党の新しい首相が日本ではあんまり報じられないと思いますが、今コテンパンなんですよ。はい、そうなんですね。スターマー首相がこの、だから日本がこういう状況でアメリカ大統領選挙がガチンコ勝負で埋もれてるけど、このなったばっかりのスターマー首相への信任がもうほとんど崩れてしまってるわけ。それで、政権を失った側の保守党は、はい、ナイジェリア、ご両親がナイジェリアの出身の女性を、初めての女性党首、それから初めてのアフリカ系と言っていいかな、そういう試みをやってるんですが、この保守党の新党首がご両親がナイジェリア出身なのに移民に強硬に反対されてて、はい、その是非を今言ってるんじゃなくて、少なくとも今までの保守党とは全然違う姿になってて、全体としてイギリスってこのやっぱり EU を抜けたことが普通の国民にとってこうポジティブに受け取ってる人が激減してて、つまり要は経済が悪い、その EU の一員でいた方が経済が良かったんじゃないかと。それから EU でいた時もそのユーロには入らずにポンドがちゃんとあったから、ポンドのために良かったんじゃないかっていうので、イギリス政治はこうどん底に近い状態になってるわけね。それで今日一番みんなにしてほしいのはドイツの現状で、はい、でドイツはその経済が極端に悪くて、悪くなってきてて、その経済悪いために、いわゆるこの言い方同意しない方もたくさんいらっしゃると思いますけど、いわゆる極右ね、つまり移民反対、今のヨーロッパでは移民反対がファーライト、極右とされてるわけ、でそっちに行ってるんだけど、問題は僕のこの話の根っこはむしろ経済の方でね、ご存知だと思いますけど、フォルクスワーゲンっていうね、フォルクスってピープル、ピープルっていう意味で、でワーゲンは車だから、大衆車、そのモータリゼーションをもたらしたこのドイツ経済の根幹で、国産車の力っていうのはその国の経済をその左右するし表すっていうのは、日本もドイツもアメリカもイギリスも実は同じ条件なわけですよ。はい、で日独だけがこう生き延びていくように見えたのが、ドイツはフォルクスワーゲンが工場閉鎖っていう事態に立ち至って、でいろいろ言われてるけど、端的に言うと独裁に負けたんですね。独裁、はい、で、キーワードはちょっと後にして、これどういうことかというと、そのやっぱヨーロッパは環境先進地域になりたいって意識がすごく強いので、はい、もう何が何でも EV だと、はい、内燃機関エンジンを持つ車はもう終わりだっていうことをこう真っ先かけてやろうとしたら、このエンジン車っていうのは要するに小爆発を起こしてるわけですよね。車に回転系があって、今の車ないやつもあるけど、まあ普通でいうと回転系があって1分間に、例えば普通の車だったら 5,000 回転とか 6,000 回転、レーシングカーだったら1万回転超えたりする。でこの回転って言ってるけど、実際はこのちっちゃい爆発が起きてピストンがこう動いてるわけでしょ。でということはもうそれをコントロールしようと思ったら膨大な部品が必要で、そこにその自動車メーカーの下にたくさんの下請け、関連企業も成立して、この膨大ないわば経済圏ができるわけです、国内経済圏が。はい、でそこから輸出もできて、それが電気自動車になったらですね、要するに僕は電気自動車の初期からこれ言ってたんだけど、まあちっちゃい頃遊んでたのってもうちょっと大きいんだけどだいぶちっちゃいですねこれ実は現実に僕が使ってるレーシングカーを模して誰かが作ってくださったんですよね。はい、それでこれがおもちゃ、動くおもちゃだとすると、この中にマブチとかのモーターを入れて、あとそれだけでいいわけです。はい、要するにさっきの小さい爆発が 1分間に6,000回転と呼ばれるぐらい普通の車で、それをコントロールするのが大変というのは全部なくなって、要するに誰でも作れるわけです、ね。はい、だから簡単に言うと中国でも作れる。でも例えばデザインとか内装とかは中国は今及びもつかない日独。ところが日本やドイツの技術者を集めて高い給料で実はリクルートしてやってるから、はい、特に、まあ、別にこの放送ですから具体的に言っていいと思うけど、典型的なのが BYD で、はい、BYD って名前自体が Build Your Dreams っていう、まあ、北米市場を狙った名前なんだけど、ヨーロッパ人にとってもチャイナってことはあんまり意識しない、ね、で作りが簡単で、内装の良さとか、それからサスペンションとかは日独の技術入れて、その後どうするかというと、これ国がお金出すわけ。独裁者だから税金どのように使うか勝手なので、国会審議も一切ありませんから、法律もなきに等しいので、値段が、まあ、これだけあった値段を政府が、中国政府が、共産党がこれだけ出しちゃうと、残ってるのはこれだけ値段だから、はい、爆安で出てくるわけです。それでドイツはもうその複雑な内燃機関をこう放棄する方向に動いて EV に行ってたから、もう叩きのめされたわけです。だからもう工場もできないし、下手するとイギリスとかもそういう方針だから、イギリスも実はイギリスの車で、例えばジャガーとかからロータスとか、その著名なのあるけど全部外国の資本になってて、無事なのはモーガンっていうね、一番高級な車のシャーシーをね、シャーシーっていう枠組みを木で作ってるっていうね、はい、そういう特殊なところだけはイギリス資本だけど、あとは全部外国資本になってるんだけど。もうそういう話でとどまるんじゃなくて、要するに中国は独裁の名の下でなんぼでも国のお金を出して、国民の税金を文句もやらずに使って値段を下げると、こう対抗しようがないんですよ。はい、でしたがって政治っていうけど、根っこは経済なので、特に国産車のその栄枯盛衰っていうのは、その国の栄枯盛衰、アメリカはその典型だけど。衰えてるから、ああやって大統領選挙が激しいバトルになってしまうんで、したがって日独はアメリカを横目に見ながら、アメリカに車も輸出しながら、日本などはアメリカに叩かれながらも現地生産をやったりしてたけど、それがこの独裁者が金を出す EV にもう根こそぎやられてしまう。でやられてしまった結果どうなるかというと、大量の例えば電池を一体どうやって処理するのか、要するに後先考えてないしか言いようがなくて。本当はほとんど世界の中古車は内燃機関エンジンの車だから、燃料を変えたら EFL 合成燃料にしたら世界の気候は良くなるんだけど、EV に変えたってそんな高いものを例えばアジアアフリカでほとんど買わないから、その要するに世界の気候は特に良くならないとも言えるわけだ。でそういうひどい状態になっていってるわけですが、その上で今日のキーワードはでは独裁化、だから独裁者にやっぱりお任せしましょうと、その方があっという間に物事は決まるし、こうやって政府が介入して物の値段が取引で決まるんじゃなくて独裁者が決めると。そうでしょ、その方がいいじゃんってなったらもう人間は悪いですよ。要するに一本前の収録で言ったけど「born to be free」生まれながらにして自由って言いましたけど、それは僕のことを言ったんじゃなくてあなたさんもみんなそうですよね。この部屋にいる全員がそうですよね。自分で物事を決められるっていうのが人間が生きてる理由なので、それが例えば今の習近平国家主席とかロシアのプーチン大統領とかそういう独裁者が決める世の中になることに私は絶対に抵抗します。はい、国会に言い続けるのも鬱屈があってもいるのもやっぱり独裁者に立ち向かわなきゃいけないからで。でそのことは今世界経済の話題がこの国内政局の乱れとか総選挙の総理を辞めないとかアメリカ大統領選挙が、ある意味ですごく盛り上がってるとかいうことに目を奪われてるけど、経済が独裁者にやられてるというのはこれは例えばナチの時代にもなかったことですよね。ナチの時代には、鉄鋼生産地をどっちが奪うかっていうことはあったけど、でも桁が違う。はいどうですか。車産業の話がありましたが、日本はどうなんでしょうか。日本はね、要するにヨーロッパが EV って走ったのは日本を潰したかった。日独って言ったけど、日本の内燃機関の技術にもうヨーロッパは立ち向かえない状況になってきたから、それはいけないんだと、人類にとって害悪だと。だから例えばトヨタにしてもさほど力を入れてるように見えない EV の方にシフトしたんだけど、それを中国にそこの隙を突かれてやられてしまった。で今世界はどっちに向かってるかというと、間違いなくハイブリッドなわけですよ。ハイブリッドっていうのは内燃機関とそれからモーターね、つまり EV の動力の良いところ取りをして、ハイブリッドで、それは日本が先行してるんで今のところは日本が優に立ってるけど、そのハイブリッド技術にしても日本は優に立ってるって言ったって日本の技術者を定年になった人を合法的に引っ張っていってるわけだ中国は。それで値段を下げられると、あとはもう本当に日本の愛国心、日本人のそれでも例えば有名な女優を使って、ね、中国車って選択もありかなって宣伝やってるじゃないですか。商売の邪魔は一切しませんけど、あれは何がキーかよく分かってるわけ。要するに中国の車に乗るのが嫌だっていう感情さえなくなれば、値段が安くてしかも中身の技術が実質的には日本だったりすると、それからデザインも日本人好みでちゃんと BYD も作ったりしてるからやられるっていう近未来がそこに見えるわけ。でもその中で独裁者に価値自由主義を守り、困った資本主義だけど民主主義と同じでコストは高いけれども人間が自由であるべき、一人一人が自立独立しているべきっていう基本的な価値を守るために、やっぱり我々にできる国の介入をしなきゃいけないと僕は思ってます。だから小泉さんのお父さんの方が掲げたいわゆる新自由主義って完全に終わりだってことを宣言しなきゃいけないし、そういう意味でも脱アメリカなんですよ。強いものが生き残ればいいっていうのは違うということを、独裁主義に対抗するために国家が政党に関与するってことを私たちの伝統に基づいてやるべきだし、それが本来の自由民主党です。ただしだ、日本をほっとくとこの見えないところで官が中国とは違うやり方でこの経済に介入して、それがおかしくなってる例が日本の航空会社で政府から自立してやってきた、ヘリコプター2機から始まってきたアナ全日空がすごい苦しんでて、なぜかというと感染症で客がもういなくなった時に、自分の機材を売り払ったわけですよ。もう一方は必ずしもそうじゃない、政府と近いで政府から自立することを目指してやってきた純然たる民間企業の方は、この感染症が収束傾向になって客が戻ってきても機材がないじゃないですか。機材がないからっていうか極端に少なくなってるから、はい、トラブルがあるとですね出発できないわけ、はい、それで僕は実は内部情報も聞いてるんだけど、政府がどこまで把握してるのかなと思うんですけど、まあ聞いたばっかりだけど、要はその技術力あるから技術力の範囲でここにちょっと問題あるけど飛べると、つまりヨーロッパまでも例えば行けると、はい、長い距離をでウクライナ戦争で余計に距離が長くなっちゃってるけど、とりあえず行くと。でそれは実際に安全確保して行ってるんだけど、行った後はメンテやらないといけないから、うん、運行できないと、はい、そうすると日本から離れてるんでこうみんなに分かってないけど、実はあの鉄壁のパンクチュアリティ、つまり正確さを誇った日本の航空会社がそこで5時間とか6時間のディレイ、うんはい、要するに出発遅延が起きてしまって、はい、しかもそれ慣れてないから機内にそのままいてもらって3時間以上過ごしたりってことが起きてて、うん、これ今はこう目の前の現象そうだけどこうすごくこうクレディビリティ下げることになるんで、うん、それはその公平な行政が果たして住民主を中心に行われているのかあるいはいたのかということは検証しなきゃいけないと僕は思っています。そのもう一方の航空会社が悪いって話をしてるんじゃないですよ。そうじゃなくてあくまでそのみんなの知らないところでこのちゃんと癒着つながってるところにはこう手入れて、そうじゃないその抵抗するところは自分の身ね切り取って売って生き延びろというのは、さっき僕が言ったその国が正当に関与するってこととある意味これはまたこれで違う話なんですよ。そうですね。だもんで一言で言うと新しい民主主義でも新自由主義っていう意味じゃなくて、それから岸田さんのおっしゃったわけのわかんない新しい資本主義じゃなくて、その今まで困った経験いっぱいあって今も困った状況あるわけだから、現実にその航空会社の経営だけじゃなくて旅客日本の主権者が困るわけだから、だからそのことを考えたら今までのネガティブなものをこのポジティブに変えていくっていうね、そのたくましさだからこう足の引っ張り合いしてるんじゃなくて、そういう祭りごとを、まあ、僕は一生懸命作ろうとして、だから緩やかな守る会も作ったんで、守る会に対してももっと厳しくやれとか除外しろとかちょっと問題があったらもう除名しろとかいっぱい来るんだけど、それ違います、私が目指してるのは一致点を探すっていうのは見た目には緩やかに見えるんですよ。でも緩やか以外に何があるんですか。例えば当事者になったら自分はこれだけ努力してるのに例えば鼻毛が伸びてるとかそんなことだけ言われるみたいな話じゃないですか。今雰囲気を和らげようとしていただけたんですけど、はいはい、時々収録前に三浦社から「議員鼻毛を切ってください」って言われる、はい、大事です。これ僕の多分生きる力なんだよね。空気悪いと一気にこう中東やアフリカ行くと一気に伸びますからね。はい、ということで本来だから正しい役割なんですよ。人類は嫌ってるけどはい、はいはい、では半回想にいただいた感想をご紹介鼻毛からの半回想です。とても読み応えがありました。期待の明細賞を暗殺により失った後、その政権での出来事を著者本人の史上とともに詳細に語るという手法は名著「紅葉軍艦」を彷彿とさせ、それゆえにノンフィクションでありながら読者の感情を強く揺さぶる場面もたくさん含んでいました。このような作品にできたのは著者自身が安倍総理に劣らない政治的知識と経験を積んでいること、そして何より自ら国会議員となって真剣に自由民主党を変えようとしているからこそだと思いますという感想をいただきました。おそらく紅葉軍艦をお読みになっている方だと思うんでむちゃくちゃ光栄だし、前の収録で言ったごちゃらこちゃらが今ので吹き飛んだじゃないですか、はい、ねえ、はい、まさか三浦秘書が書いたんじゃないだろうね。違いますよ。はい。匿名でしょう。え、書いてますよ。あ、実名だ。だから逆に言えないけど、H.K. さん。はい。そうでしょ。K.H. さん。はい。ローマ字風に言うと経営さん、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい読書家ですね。感想を青山茂春のブログのコメントまで書き込んでください。お待ちしております。そして独立講演会のご案内です。12月22日神戸にて開催されます。こちらの申し込みは11月15日から28日のお昼までです。ぜひお越しください。さあ、独立講演会もちっちゃなしかし影響大きかった事件を乗り越えてリスタートだ。その時に。今1100人ぐらい抽選に当たった方がお見えになりますが、全員党員ってこと言っちゃいけないんで、僕と一緒に住民主と仲が変わるっていうしんどい仕事ですけど、ちょっと一緒にやろうかなと思う人はお考えください。ただしこう誤解のないように、住民主党員になって何かの義務が生じることは一切ない、良くも悪くもないというべきかな。嘘みたいに何もない、何もない、何もない。総裁選の時に僕はちゃんと推薦に集めきれて立候補していれば、総裁選に例えば僕に投票できるし、僕がダメだったら他の人に投票できるっていう権利、これは日本の主権者でいるだけではありえなくて、住民主党が与党でいればですけど、日本の最初を直接選べるっていうのは、これは大きな権利だと思います。で義務はないです、本当に。でやめるのもいつでも自由です。ただし党費4000円っていう負担をお願いしてるのは非常に苦しいですけど、事実です。家族でもその半分かかります。はい。はい。入党のお申し込みは動画の下の概要部分、説明部分ですね。概要欄の URL からお申し込みをお待ちしております。そして最後にチャンネル登録シリーズジェスチャー編です。これ正直世界で危機に瀕するってもなかなか普通の人が体験することはないと思うのと、サーキットで用もないのに。ものすごい高速で走ってるって経験は普通まともな人はしませんから仕事でない限りだからこうあえて続けてるんですけど、はい、ここがですね、要するに A コーナー終わってここヘアピンなんですね、はい、ヘアピン、これ実際はもうちょっと角度違うんですけど、うん、ヘアピンに見えるでしょ、はい、髪の毛のピン、そこに至るまでにね100R ってあるんですよ。これが苦手なの、はい、ですね、1コーナーとかそういうところはっきりコーナーがあるじゃないですか、はい、ここズルズルなんだよ。ズルズルでおおむね右に曲がっていくんだけど、それ猛速でいくとそれは当然滑り出すわけです、はい、こういっててどこで滑り出すかがつかみにくい。でこれはやっぱりマシンも違うっていうふうに僕のコーチに言われたんだけど、例えば F1 とか。だからそこまでいかなくてもGT の上級クラスとかマシンが滑らないと。でも青山さんのこれは要するに100Rをこうに行くと、はい、こういうとこでこうなっちゃうわけだ、はい、こうなっちゃうわけ、はい、こうなってこうなったらゴーンっていうのが待ってるでしょ。そうするとこう行く時に、はい、苦手意識だからこう切っていくと。滑り出すのが分かるからカウンター当たるでしょ、はい、それが悪い癖が出て、要するにスキーイングドライバーだから、はい、前も言った通りこのすごい過剰にやろうとすると、うん、とんでもないこうなってヘアピンがーッと染まってくるでしょ、はい、ドワーッここ100Rあるからもうここでは僕は走りたくないみたいになるわけその時のこれだったんですね、はい、ヘルメットの中で本当に汗が出る気分だし、後でまた怒られるわけ。どうして 100R が苦手なんだと、マシンが、はい、問題あるんですよ。ここの部分にですね、でっかいスーパーチャージャーと乗っかってて後ろ全く見えない、はい、いくらレーシングカーでも後ろ見えないって困るんだけど、全く見えないからもう蓋がしてあるわけ、はい、変に免疫協力させないように、うん、そうするとこの後ろがものすごい重いわけじゃないですか、はい、共同不安定でしょ、それで 100R 入っていくでしょ、それでたまにしか走らないでしょ、あれ走り込むと分かるんだけど。どこでどうなるのかよく分かんないわけ、うん、だから100R真っ青なんですよ。いまだに嫌です。あそこはのんびりゆっくり走ってたんだけど、そんなことしてると絶対追悼されるからはい、はい、では今回は誰に 100R 設計した人、はい、そのコースですね、はい、コースの 100R コースの設計者、あんたのせいや、はいはい、ぜひ皆さんもチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。